さあ、どうもこんにちは。モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のいいカーライフ動画ですね、こちらですよ。どーん。要望めちゃくちゃありましたね。来ました。 ドーンとロータスですよ。もうスポーツカーブランドとしてのもう王道ですよね。スポーツカーというかもうレーシングカーブランドみたいなもうピュアスポーツブランドですよ。これはすごいですよね。さあ、イギリスのピュアスポーツブランドですよ。ロータスになります。もう見るからにすごい。 そのロータスの、もう社名紹介しろって感じですね。ロータスの、はい、今回は、ドン !GT410 スポーツです。エボーラになりまーす。 エボラ会みたいに思った方いらっしゃると思います。ロータスやってほしいって言ってたけど、エリーゼとかエクシージじゃないのかみたいな。まあ、ああのロータスを知らない方のためにちょっと少しお伝えすると、あのロータスといえばっていうところで、やっぱりツーシーターミッドシップスポーツ、MR ですね、の、えー、エクシージであるとかエリーゼですね、が 代表格なんですけれどもここ近年で加えられた新しいモデルですまあベースはエリーゼとかエクシージと一緒なんですよアルミの押し出し成形で接着剤等も使いながら作られるまあロータスはもう軽量っていうところを一つの武器にしてるのでだからアルミでそういう軽量にも仕上げておりますさらに言えば こういういいカーボンンンとかもガンガン使っていきます軽量なところは継承しつつさらにはミッドエンジンであることも継承してるんですけどこの車はなんと4人乗りです。えー、プラス2です。なので GT カーみたいな GT カーっていうほど GT らしくないんですけど僕はもう乗り味を知ってるので。 まあですけどロータスの中で言うとエリーゼ XC ジからしてみたら、えー、同乗者のことを同乗者の快適性とか乗員がもうあと2人乗せれますよみたいな鉱石にね、えー、まあ、そういうのも考えながら作られたエボーラですよまあでも2人乗れる合計4人乗りって言ってもいやーきつい4人乗りですよあとでお伝えしますけどまあ何にせよ どうですかこのなんかスポーティーな雰囲気抜群。ほら、後ろ萌、えー、え,え,え。いや、超萌え、萌え、萌え。ほんと萌え。いや、心当たりのディフューザー形状すごいですね、もう。ロータスははっきり言います。レーシングカー作ってるような気分で多分ここのメーカーは一般車両これ作ってるんですよ。ほんとレーシングカーですよ。 ほら、もうこの辺りとかもすごいでしょほら、リアタイヤの厚抜きですよ。奥にリアタイヤ見えますからね。すごいですよ。ちょっと先にもうエンジンの説明をしちゃった方がいいな。はい。よっ。エンジンここ。はい。リアゲート。これ荷室です。荷室。よし。荷室を開けてエンジンが見れるか。いや、見れないはず。ああ、見れた見れた見れた。見れた ちょっと待ってください。これをピョンって出して、ここにカチャンって入れて支えないといけないので、ほら、中カーボンでしょ。すごいでしょ、もう、この作り。車両重量は、このエボーラになった時に初めて、うわ、1トン超えちゃったよって騒いでるんですけど、それでも軽いですよ。1点これで3トンちょっとですよ。一回ちょっと待ってください。はい。エンジン映しとくので、僕ちょっと、はい、これを、一人で撮影頑張ってます、いつも。絶対アシスタント使わない。 よし。さあ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 。これわかりますよね。これもうスーパーチャージャーですよ。これもう軸わかると思います。はい。吸気が入って、ここでスーパーチャージャーがギュン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 回って、はい。で、この下にあるのはトヨタ製の 2GR エンジンですよ。V8 じゃないや、V6 の3.5リッターエンジンですよ。それをロータスが味付けを、えー、リファインして、えー、使っているというものです。 ね、これわかりますこれ、レーシングカーとかの後を知ってる方はわかるかもしれないですけど、これ全部、緑の線がここ入ってるじゃないですか。こういうの。全部これって、要はボルトが緩んでないかとかの確認でもあるんですよ。ちゃんとしっかりトルクかけましたか、トルクかけた後に全チェックでこれチェックする機構と、あと緩んでたらこれすぐ線のラインがずれるので、緩んでるかどうかのすぐ結果がわかるんですよ。なので、 こういうのって、レーシングメカニックの方は、もう当たり前のように結構使ったりはしますけど、こういうやり方とか。こういうの、一般車でこれ、だからもうほんとレーシングカー作ってる気分なんでしょうね。もっと僕、一番最初に見て驚いたのが、これ、これ、これ、アルミの、どうですこれ、ほら。ヒンジがこれですよ。肉抜きされてて、これ本当に。もうおかしいですよね。もうこれで一般車両ですよ。 これを見てなんかモえっとする方いらっしゃると思いますよこのヒンジ見ただけではいまあここにそう V6 が乗っかってるんですあー見えたフレームが上からここの上からパイプが通っててここ通ってるんですね要はここに大きいエンジン縦穴が開いてるのでうん V6 を横積みしてそうかへー 初めてこんなしっかり見ましたよ。で、トランスミッションはこの下の6速 AT です。あ、ごめんなさい。6速マニュアルです。AT もありますけど、これは6速の今回マニュアルをお借りしております。はい。で、荷物室はこれですよ。はい。こんな感じです。はい。まあ、ゴルバックは入らないですよ。 入りそうちょっとオーナーの方教えてください。エボーラってゴルフ行けるんですかねこれで。はい。ここバッテリーがあるんですね。このマークで言うと。はい。ちょっとお待ちください。僕、車両の前後重量バランスみたいな。ちょっと車検証映すとあれなんで。あー、読み上げます。前後重量バランスは、はい。フロント540キロ、このリアタイヤ870キロです。はい。 へリアヘビー、かなりリアヘビーですね。うん。まあ、なんとなく走りがソリッドなのもわかるかと思います。いやー、しかし、もえっとするような作りがず、ずもうほんと、ほら、もうどこ見てももえっとしますよ。このもうカーボンのほら。すごいですね。で、この3.5リッターエンジンは、結構チューニングが結構いろいろと歴代変わってきていて、これ、 GT410 じゃないですかもともと400があったんですけれどもでそこに、えー、限定車両でカリッカリにやった430が確か60台ぐらいの限定車かなんかで出たんですねで今はこの410だ410馬力に、えー、まあ正確に416馬力に落ち着いて今ラインナップとしてあるという形ですねいやー僕はねもうでも。 独自の萌えポイントはここここやっぱり何度も言いますけどだってタイヤの厚抜きしてるんでですすよよダウンフォースですよだからやっぱりフロントのホイールハウスもそうですけどリアのホイールハウス内でも空気がどんどん溜まってしまうとリアを浮かそうとする力にな,力になっちゃうのでだからどんどんここから圧を抜くんですよホイールハウス内のこの穴ボコ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 開いててその奥にマフラーが。 いやー、で、一本出しで、センター一本出し、かっこいい。で、その下にあるのは、これ、ディフューザーです。ディフューザーはもう見えない奥底までフラット形状です。ほら、ドロドロドロ,ドロンってもう空気をきれいに後ろ引っ張るんですよ。だから、こっから空気を、 綺麗に吸い出してあげると、前から空気をきれいに吸い込めるので、もうどん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 あの下を流れる。空気速くなるので、もうほんとこの形状は大事です。だここの形状を整えてあげたら、今度前から綺麗に空気が入るように前側も整えないといけないですけど。いや。かっこいいわー。さあちょっと1回閉めよう。めっぽう軽いですよ。これよっ。 すっごい軽い小指だけで上がるんじゃないですか僕の小指ほら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 小指ほ能力で上がるら結構無理しましたけどはいほらもうフルカーボンですよほらもうだから後ろもう先に分かりますよ、ね、あかかかか後ろはえかもう夏え これ後ろ分かりますよね、これ全部カーボンですからね、だからこの隙間からじゃないと後方が見えないんですよ、だからもうわかると思います、後方視界、半端ない悪いです、この車。はいで、ここはカーボンじゃないですね、で、またここからカーボン、うわ、綺麗もう顔も映るぐらいですよ、こんにちは、みたいな、はい。で、フロントガラスで、はい。ここ、ラジエーターからの排出口ですね。うん だからフロントから大量の空気をこっから入れてあ奥にラジエーター見えますね、はい、そうラジエーターに風を当てて冷却をしっかりしてこっからきれいに大量の空気をどんどん引っ張り抜いていくっていう、はい、かっこいいなあ何者だって思いますよねこれロータス知らない人がパッと見たらなんかすごそうなんですけどカーボンとかって。 値段でででうとこれで約万ですあのー、GT430 になるともう1800万とかそういう車になりますよ。はいまあだから安くないので安くなくて4人乗れなくてもうピュアスポーツでだからまあそんな台数出てないですよ。はいまあでも 特定の方をギュッと掴む魅力的モデルです。個性的モデルです。ほらもうここ一回空気になって入ってみたいどういう流れになるのか。はい。吸気口です。はい。へえ、このサイドはどうなってんのあサイドはタイヤの下でこれ絞れるんだ。はあ。へえ、ほらこういう形状。うん。 これ時速300キロで約100キロ弱のダウンフォース量ですこれなので、えー、速度出すと完全に下方向のこれ力です大きいウィングついてないんですよ大きいウィングついてないのに浮き上がる力はゼロ、えー、押さえつける力が約100キロこれすごいですよねすごいダウンフォース効いてますよそう考えるとこの辺りなんかダックテール形状にぐっッて盛り上がってますもんねはいタイヤはパイロットスポーツあカップ2じゃないですか カップ2久々おっこれサーキット走ってるかなジムカーナサーキット長い時間あサーキットっぽいなこの綺麗に圧がかかる感じはい2353519はい結構ペラペラのタイヤっすね2353519ではい AP レーシング AP レーシング、ブレンボじゃなくて、この AP レーシングのキャリパー、かっこいいじゃないですか。これ、レースとか知ってる人は萌えってすると思います。AP レーシング。なんか、あけぼのブレーキか、AP レーシングかとか、なんかね、そんな感じの、ちょっと萌えパーツですよ。ああ、これ面白い。これ、なんかタイヤのこの、ほら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 、わかりますこれ、逆反りしてるんですよ。こんな車、え、これ、どういう空力、 特性になるのほらこれ逆反りしてるんですよこっち前側ですよこれえ、面白いこれ初めて見ましたロータス以外で見たことないですよここ黒いのはここ黒くしとかないとここ石羽前からの石羽とかがここを当たるんですよ一番空力的になのでここどんどんどどんん塗装やられちゃうのでこういう保護テープですよまあポルシェとかもよくありますよねここいったとこ。あのポルシェの場合にはこれ透明テープでやったりしてますけど一つのアクセントにしてますねはい リアはサイズ2853020です。いや、しかし、このタイヤやばいんですけど、この使い方。これサーキットかジムカーナか何で使ったんでしょう。いや、これ相当走ってますよ。しかも、え、なんかうまいんですけど、この人。あ、結構リア滑らしてます。 あのこれ手前側が削れてて奥のこっちが削れてないんですよだからこれ相当タイヤをがよれた状態で走ってるんですよだからよれた状態で走ってでこれ相当滑ってるとこな滑り方なので減り方なので滑りながらこれだけエッジをこれってだからここの面圧がかかってないところはどんどんブロックが削られちゃう感じなのでこの波打つようなちょっと減り方するんですけど。 この人すごいっすねこのエボーラをガンガン結構滑らしながらなんかさっきとかジムカーなんかコントロールしてたんすねだからこれメーカーのデモ走行かなんかに使ったんじゃないですかだからプロドライバーがなんか乗ってるんですよこれへえじゃないとこんなタイヤ使えないですよエボーラでいやー僕もそういう走りしたいなーはい鍵です鍵こんなんですよほら鍵こんなんです なんかちょっとかっこいい鍵でしょ。ほら。さあ、で、リモコンです。ロックはもちろん、ロータスマーク。ほら、ミラーし回れます。解除。はい、開けます。はい、サッシレスですよ。サッシレスで、はい、クーペスタイルですね。はい。もう、かっこいいでしょ白。 赤、ステッチがあって、このアルカンターラ調で、アルカンターラだと思いますけど、はい。かっこいいかっこいい。ここ、靴当たるケースもあるので、このアルカンターラではなくて、靴が当たったりしても汚れないように。 はい。燃料コック。はい。トランク。さっきトランク開けましたね。はい。ちょっと汚れちゃってるよ。もうダメダメ。はい、これ、エリーゼとか x c ジとかは、ここ、もっともっとサイドシル熱いんですよ。確か2センチぐらいこれよりも熱いんですよ。だからまたぎにくいとか乗りにくいとかもあるので、これ、エボーラはここちょっと薄くしてるんですね。あ、8センチかな。2センチぐらい違うんですよ。ETC ここに。はい。ミラー、電動です。ミラー、ちょっと後でお伝えします。 オートライトじゃないです。マニュアルです。はい。エンジンスタートボタンここにあります。ワイパーです。鍵はここですよ。はい。ここにカチャンと刺す。はい。こういう形です。はい。じゃあちょっと乗り込みますシートこんなんですよ。これ、今僕が今ここまで乗ってきたポジションです。じゃあシート。よし。ちなみに、ロータース。 これ、どこのシートでしたっけちょっとテロップで出しておきます。どこ製のシートか。さあ、で、鉱石ですよ。よはい。この鉱石が、まあ、一つ特徴ではあります。もう、後ろここエンジンですからね。さっきご覧になってたかと思います。はい。で、この鉱石は、この410の GT スポーツ、GT410 スポーツでは、これ、だから、あの、ノーマルは、これシートになってないですよ。 あのー、選択するとこのシートにもできます。人が乗れるようにもできます。だからプラス2にできますって話。普段はここ、もうラゲージスペースとして、基本としては設定してあります。だ、これは今人が乗れる形にシートがしっかりついていて、シートベルトもついてます。試しに乗ってみますか嫌ですけど。はい。もうあの、ドリンクホルダーとかそんなものはないですよ。もちろんもうそんなの言う必要もないですよね。はい。乗りたくないなぁ。<う>はい。手、ここについて。はい。 こうなって足をまず入れます。で、よいしょ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 。助けて、もう嫌です、嫌です。こういうのをやるために。あアウトです。これほんとアウトです。乗れない、乗れない。ちょっと、何ここ。これなんすかちょっと画面見て書く。え、これ何えなにこれ。 なんか、もりっとしてるんです。これ、だからフレームが入ってるんですよ。合成体の。ああ、そっか。エリーゼとかエボーラと、シャーシ共有化なので、だから、ここでトップオフできるようになってる形だから、これもしかしたらエボーラいつかトップオフ出るんですかねロードスター。はい。だからこうフレームが入ってるんですよ。だから今僕フレームに頭引っかかってるんですよ。だからこのフレームを避けながら入ると、 いやいや、ダメダメダメ。もう、ほんとダメダメ。これ乗れない。子供でも乗れない。うん、移動、せめて、3分なら耐えられるとか、そんな感じです。いや、シートを、じゃあこれ乗ってた時の運転スタイルで。ああああ、ダメダメない。いててててて。あ、ロックされた。ああ、一応これで乗れるの シートベルト閉めないといけないですもんね。もうダメです。はい。降りよう。もうこんなん意味ない。はい。さあ、じゃあ運転席周りですよ。はい。足を突っ込み、これで乗ります。はい。乗ると、こんな感じです。もう、ここ、ここ、ここ。だから足を抜くためには、この厚みわかりますこのタイヤハウスですよ。ここ、本当だから、ここの分を、これ足を抜かないといけないので、結構大変な動き。はい。 まあ、乗り降りしやすい車じゃないですよ。そこは求めてないですよね。はい、いや、もうレーシングカーっすね。はい。さあ、室内はもうこの辺りも、はい、あるかあったらで。おー。ハンドビルドインテ、イングランドバイ、ドゥ、ドゥ、ダ、ルドヘルズ。はい。誰でしょうはい。まあ、ここに刻印があります。はい。えー。 まあ、助手席の足元は重いのか、ありますね。で、これ USB で音楽聴けたりとかもあります。あの、まあ、日常特性も悪くはないですよ。で、窓はそんな大きくないですけどね。も、もちろん。はい。で、まあ、ミラーの見え方とかもごくごく普通です。けども、まあ、その前にまず、はい、どんどん行きますか。はい、エアコン周りです。これ吹き出しの、えー、調整ですね。はい。で、はい。ミラーのヒーターです。 フロントのデフです。はい。で、フロントのデフってあの、フロントの曇り止めです。曇りりですね。はい。で、これ温度です。これ内気循環、外気循環でファンの、えー、はい。風量ですね。マニュアルです。アルミ削り出しです。朝寒い時めっぽう冷たいです。はい。で、ハンドブレーキ。 もう必要最小限ですよ。ほんとここ狭いですよね。あとオーディオ関連はもう全部ここに入ってます。で、ロータスらしかなの感じで、もうはい、快適装備です。シートヒーターありますよ。ラッキー、嬉しい。はい、スポーツボタン、レースボタン。スポーツにするともう、このスポーツマフラーはオンになります。もうバルブが開くような形で音がガラッと変わります。あとは鍵。まあ、これ運転席側のシートヒーター。はい、エアコン吹き出し、エアバッグとかもありますよ。もちろんで、スピーカーとか、はい。 あります。で、はい、小窓。あ、これわかりますリア今開いちゃってますね。はい。もう、ペダル配置はダメです。普通に座って足をパンって伸ばしたら間違いながアクセル全開です。これ真正面です。だブレーキはもう隣。で、ブレーキペダルとかもう小さいですよね。マニュアル車なので。クラッチは適度に重たいです。軽いわけではないです。結構だから昔の 強化クラッチまでいかないですけど、意外とそんなチューニングカーのクラッチを思い出しますよ。ほんとレーシングカーです。で、ヒールトゥーはもうこの大きさ見るとブレーキ踏んでアクセルをパンパンってこの小指側でひねって押す感じです。これだ、やりやすいです。ほんとレーシングカーのペダル配置みたいです。 もうフォーミュラーカーってアシックで揃えてこんな感じでやりますからね、はい、いや別に普通に閉めても飛行機の音とか入ってきますけどね、はい、なので静粛性とかはそこまで高くないのももうこの瞬間に分かるかと思いますそういう車ではないですはい鍵さしますひねりますはいこれでスタンバイですあとはスタートボタンを押せばかかります って思うでしょこれでクラッチ踏んで押しますよ。かからないんですよ。で、これ一定時間が経っちゃってるので、これイモビのロックがかかったので、その時はこのキーの開けるボタンを一回この状態で押して、今イモビがロック解除されたので、これでスタートボタン。はい。うわすごっはい、燃料系です。はい、燃費も出ます。 タコメーターです。さあ、このエンジンは、えー、スーパーチャージャーですけれども、あの、ちょっと面白くて、結構高回転型スーパーチャージャーです。なので、フルトルクの420ニュートンは3500回転からじゃないと出ないんですよ。だから回せば回すほどどんどん力がみなぎるようなスーパーチャージャーです。 で、スポーツボタンを押さないときには確か6700か300回転、6300回転かなで、最高出力というかピークトルクが来る、ピークパワーが来るんですけど、スポーツボタンを押すと7000回転でピークパワーが来ます。なので、スポーツボタンを押すとガラッとエンジンのマッピングが変わる感じで、回せば回そうと力強いっていう、そういうエンジンになります。330キロスケールですよ。はい。で、ここ、小窓があって、ここにも、あの、速度が出ます。はい。 で、あとはオドメーターとかですね。はい。もうこれだけで説明するのはもうシンプルな後あとないですよ。はい。ウィンカーですとか、ワイパーですとか、もうそういう説明しかないです。じゃあ、排気音聞きますか。それでスタートしていきましょう。 ひひどいひどいい全然踏まれてなかったというかマフラーに水が溜まってたんだカメラビじョビショしかしすごい音でしたね行きましょう。<noise>